海と日本プロジェクト in 青森県、リポーターの早乙女舞香です。今回は青い海公園で開催している安方港まつりに来ています。ご覧ください、賑やかで楽しそうですよ。陸奥湾に面した青森市は港湾都市としての性格を持っています。昔から水産資源が豊富で海の恩恵を受けてきました。堀越さんにお話を伺います。毎年海の日に開催するのはどうしてですか？はい、そもそも青森という町は港から始まった町というふうに言われております。このイベントはですね、昭和63年、青函連絡船が廃止になって青函トンネルが開業したことにより、この港の賑わいがだいぶ少なくなってきたということを言われておりまして、で我々商工会議所青年部の先輩方が港から始まった町青森の港に賑わいを取り戻したいという思いから始まったイベントでございます。おかげさまをもちまして、今年で27回目を数えることになりまして、港の賑わいを作ることに少しはお役に立っているのではないかなというふうに思っております。今回は安方港まつりの会場から早乙女がお届けしました。また海と日本公式サイトではさまざまな情報を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。